お、ラビちゃんどうしたの？待って待って。桃尻になった。あ、確かに桃だ。でもラビちゃん、そんなものがなくても僕が桃のようなお家になれるトレーニングを教えてあげるよ。じゃあ今日も頑張っていきましょう。皆さんこんにちは。カメラリーダー仙台スポーツ指導員の岩渕です。本日は女性の気になる部位ナンバーワン、お尻のエクササイズをご紹介いたします。私と一緒に桃尻を目指して頑張っていきましょう。それではいきましょう。一つ目のエクササイズです。はい、膝立ちになりましょう。はい、腰幅に開きます。はい、つま先も立てましょう。はい、両腕を胸の高さで組みます。はい、そのままお尻をかかとにタッチするように下げ戻ります。はい、背中が丸まらないように注意しましょう。戻るときにお尻を引き締めましょう。ラビちゃん応援してくれてるんだね、ありがとう。はい、2つ目のエクササイズです。はい、両足裏を合わせて座りましょう。はい、そのまま仰向けになります。はい、ではお尻の横に置いてバランスを取ります。はい、かかとをお尻に近づけましょう。はい、かかとのあたりに重心を置き、はい、床を押しながらお尻を持ち上げます。はい、床につくギリギリまで下げまた上げましょう。上げるときにお尻を引き締めるように意識します。はい、四つん這いになりましょう。はい、では肩幅、足は腰幅に開きます。はい、両肘を床につけましょう。はい、左足を床と平行に上げます。はい、膝と足首を90度に曲げましょう。はい、かかとを天井に蹴り上げるよう左足を高く上げます。はい、体が開かないように骨盤は平行を意識します。はい、足を上げたまま連続して行います。はい、反対も同じように行いましょう。はい、四つん這いになります。はい、左足をそのまま外側に開いて戻しましょう。はい、腰が落ちないようにお腹を引き上げます。はい、肘が曲がらないように注意しましょう。はい、反対も同じように行います。はい、それでは本日のお尻トレーニングは以上で終了になります。マット1枚でご家庭でも簡単にできますので、皆さんもぜひお家でやってみてください。では本日はこちらで終了になります。ありがとうございました。それでは皆さん、本日も動画のご視聴ありがとうございました。こちらの動画いいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。